い、皆さんこんにちは。どうもモードです。の時間がやってまいりました。はい、実はね、どうもモードです。タイトル入れてませんけど、第3回目になりました。MC を務めてまいりますのはチャイルドキャムハウスアートディレクターの小穂かな子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあね、私の授業を見たことある人はデザインの授業を受けてくれた人もいるかもしれませんが、私は、高校卒業してからファッションの勉強ですね、をして、今でもファッションの業界で働いています。それで、まあ、チャイルドキムハウスというところでアートディレクターという仕事をしたり、まあ、いろいろ仕事をさせてもらってるんですね。なのでちょっとだけファッションに詳しいということで、このどうもモードですという、ファッションの授業を作ってみました。さあ、このタイトルね、どうもモードですと、ファッションっていう名前はちっとも入ってませんが、このモード、一体何かわかりますかね。みんなの聞くモード、身近で言うと、携帯のマナーモード、あとは、戦隊ものとかヒーローものとかで戦闘モードに入りますみたいな、そういう状態を表すモードっていうものも使うと思います。そのモードは英語のモードなんですね。ここで使っているモードというのはファッションのフランス語ですね、のモードになります。ファッションの一番の、最新、機器といえばパリですね。フランス語をよく使います。それのモードを取ってどうもモードですという、タイトルにしています。さあ、このどうもモードですでは、まあ、ファッションの、基礎知識から、最新のトレンドまでをお送りしようかなと思っています。将来ね、どんなお仕事に就きたいかの、参考にしてもらえたら嬉しいなと思って。さあ、このどうもモードですですが、優秀なアシスタントがいますね。はいはいということで、言ってくれてますが、彼女はハナ・スプリングと言いまして、ファッション業界で、雑誌の編集者を目指している女の子ということです。いろいろね、情報を持ってきてくれたり、しますので、よかったら仲良くなってあげてください。この授業の最後にはですね、確認テストといって、まあ、今日ね、授業で覚えた言葉を、どれだけ覚えてるかなとか、そういうことを、試してみたいと思います。今回はね、応用編もあったりしてちょっと難しくなってますが、よかったら、全問正解狙ってくださいね。それでは、今日はどんなことを運んできてくれますか。じゃん、探検ファッション業界ということで、ちょっとだけね、ファッションの業界を覗いてもらおうかなと思います。ファッションの世界、いろんな仕事の人が関わってますね。どんな仕事知ってますか ね。あの、この授業ではよかったらね、チャットで書き込んでくれたりしたら、あの、私が確認できたら答えたりもできるので、どんどんみんなで授業を盛り上げていってくれたらなと思います。いろんな仕事があるので、その中でも今日はちょっとだけね、何個か、選んで紹介していきたいと思います。で、ただ単に私が喋るだけだったらちょっと授業ね、眠くなったり、しちゃうかなと思うので、ちょっとライブ感を大事にしたいと思ってこういうのを作ってみました。今からね、お仕事をこういう風に紹介していこうと思います。ね、仕事の名前が例えば、まあ、じゃあ全然関係ない、コックさんとかね、いう風に入ってきます。その時にみんながこのね、本当だったら分かる分からないみたいな、うんというボタンがあると思います。私のそばにもこうやって iPad が用意されてますが、この下にあるね、うんのボタンを使って、知ってる人は緑色のうんのボタンね、知らない人は A の赤いボタンを押してちょっと盛り上げてもらおうかなと思います。じゃあ、例えば、コックさんね、知ってますか、知らないですか、どうですか、皆さん知ってますかね。ね、コックさんはまあ知ってくれてるかなという感じに、聞いていきたいと思います。そしてお仕事の説明が終わったら、こういう風に
じゃあこの仕事なってみたいですか、それともあんまりですかっていうふうに聞くので、ここでも、仕事興味湧いたらなりたいの方、そして、そんなになんか難しそうだな、自分には向いてないなと思うんだったらあんまりっていう意味で、A のボタンを押してください、ね、いっぱい押してくれて全然構いません。そういう風にして、みんなとちょっとね、どういう風に思ってるかっていうのを知っていこうかなと思ってます。それでは、早速一つ目の、お仕事を紹介していきたいと思います。さあ、一つ目のお仕事は、デザイナーです。さあ、皆さん、デザイナーという仕事を知っているでしょうか、知らないでしょうか、教えてください。さあ、知ってる人、ですね、うん、結構知ってる人が多いですかね。はい、ということでデザイナーさんという仕事ですが、どういう仕事かというと、はい、あ、先に言っときますけど、ここに書いてることって 100% とか正しいとかはありません、あくまで私がそのここの業界でね働いてみて思ったりだとか、もちろん、情報も入ってますけど、ここに書いてないからといって自分に向いてないとかそういうわけじゃないので、あくまで、今日はまあちょっと情報として知ってくれたらなってことです、思ってください。さあ、デザイナーさんですが、大きく言えば商品をデザインする人と、書きました。なので、例えば文房具だったり、車だったり、いろんなところにデザイナーさんはいます。まあ、ファッション業界で言えばファッションデザイナーという風にして、デザイナーの前にファッションがつくってことですね。あとは靴とかアクセサリーっていう風に細かい分類で言えば、ファッションデザインの中にもいろいろ分類があります。ね、まあ一番花形と言われますね。そこのブランドとかの、まあ、商品の、全てが決まっていくので、デザイナーさんっていうのが、まあ、一番、よく取り、ね、上げられたりします。さあ、必要なことですね、まずは流行を読む力ですね。ね、もちろんブランドによっては流行を発信していくので流行を作り出すという力も必要ですが、皆さんが買う、ね、服屋さんっていうのは流行を取り入れた服をデザインしているので、作り出すというよりかは流行を知ってそれを商品にするということが、大事かなと思います。なので流行を読む力、そして服の構造を理解している。ただ単にね、絵が上手いだけでは服デザインできてません。書くことはできるけども作ってみることができない服っていうのは実は多くて、きちっと服の構造というものを知っていないとデザイナーさんは、仕事ができないかなと思います。そしてデザインの引き出しをたくさん持っているということですね。服って単純なものがいっぱいあったりしますが、その中でもね、細かいところにデザインを入れたりとかアイデアがいっぱい入ってます。なので、いろんなことをね、いろんな勉強をして本を読んだりとか、雑誌を見たり映画を見たりして、あ、これをデザインに取り入れようとか、そういうふうにしてアイデアがどん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 出てくる人っていうのがデザイナーに向いているかなと思います。私もね、まあ、デザインの仕事をすることがありますが、やっぱり出てこなかったりが、仕事が止まってしまったり悩むこともあるんですが、ね、日々ね、いろんなものを見たり感じたりすることでアイデアというものを、作り出して、考え出したりしています。はい、そういうね、花形の仕事になります。さあ、皆さんこのデザイナー興味持ちますでしょうか。どうかな、難しそうに感じたかな。持ってくれてますかね。はい、ということで、デザイナーこういう仕事です、まずね、いろいろ調べてみて、もっと興味持ってくれたら嬉しいなと思います。さあ、続きまして、どんどんいきますよ、ね、探検なんですね。さあ、続きましての仕事はパタンナーです。さあ、パタンナー、知ってますかね。さあ、聞いたことありますかね。あれですかね。さあ、パタンナーの仕事、はい、ね、結構聞いたことない人が多いと思います。これね、結構ね、服の業界では必ずいるお仕事なんですよ。さあ、どんな仕事かというと、はい、服の型紙を作る人ということです。服の型紙ね、服ね、皆さんがもう着ている服は
服になる前は布ですよね。布っていうのは一枚の、まあ言うたら大きな、こういう紙みたいなもんですよね。ここに服になるように、型紙を作っていくということです。さあ、どんなものかっていうのをちょっと簡単にね、見てみたいと思います。じゃん。これジャケットですね。皆さんも着たりとか、大人の人が着たりしますかね。制服の、にも使われたりしますが、ジャケットの、パターンになります。左端がジャケットそのもので、その横にあるのがジャケットの型紙になります。で、もっと詳しく見ると、こんな感じ。ピンクのところは袖ですよね。これが筒状にこう、丸くなることで、袖になっています。そして襟だったり、襟も2つのパーツに分かれてたり、もっともっと言えば、3個くらいかな、パーツ、細かく分かれています。ジャケットだけでも、おそらく10ぐらいのね、型紙、もうそれ以上ですね、になっています。この型紙を作る人っていうのがパターンなんです。ジャケットのパターンって書いてますが、型紙のことを、業界ではパターンと呼んでいます。英語ではパターンメーカーとか言ってね、パターンナー自体は日本語になりますので、そこもちょっと覚えておいてほしいなと思います。さあ、で、まあ、よく見ると、その、袖とかパーツの周りに白い枠がついてると思います。これ縫い代ですね。縫うときに、ちゃんと縫えるように縫い代ついてたりします。ね、これがジャケットのパターンです。これを作る人がパターンナーさんと言います。なので、必ず服を作るときには、パターンナーさん、デザイナーさんとパターンナーさんがセット。もしくは、デザイナーさん自身がパターンナーだったりするときもあります。さあ、必要なこと。ね、一つは、デザイン画を読む力ですね。絵だったものをパターン、実物、立体に起こさないといけないので、これはどういう仕組みになってるのかなっていうのを読み、解く力がいると思います。なので、デザイナーさんもパターナーさんに、読み解いてもらうには、やっぱり、作れるデザイン画を描かなきゃいけないってことですね。だから、まあ、お互いさんにね、力を合わせてやっています。そして、服の構造を理解しているのはもちろんです。そして、着る人の着心地にこだわるっていうところも、パターナーさんの大事なところかなと思います。服っていうのは、まあ、着るだけじゃなくって、着た時に着心地がいいとか、例えばスポーツウェアだったらこうやって、動きやすいとか、ね、まあ、素材の、関係もありますが、ね、素材に強いってことも大事になりますね。着心地に、こだわっていること。そして、やっぱり数に強いっていうのがちょっといるかなと思います。パターンを引いてる時は、ミリ単位でね、調整を、していきます。あと1、2、大きくすればもっと動きやすいのにとか、もっと綺麗なのにみたいな話をしたりするので、数字に強いってことが大事になってくるかなと思います。はい。だからといって理数系がいいわけじゃないですけどね。はい。そういうのをね、覚えておいてもらえたらなと思います。さあ、このパターンナーさん、なってみたい人、なって、難しいと嫌っていう人ね、ちょっと教えてもらえたらなと思います。ちょっと難しいかなと思ってる人がいるかな。でもね、ハマるとすごくね、楽しいですよ、パターン弾くのもね。ぜひ一度、なんかの機会で弾いてみてほしいなと思います。さあ、続きまして、出てくるお仕事ですが、スタイリスト。はい、これ聞いたことあるかないか、ちょっと聞いてね、押してみてほしいなと思います。お、知ってる人も多いかな。ね、知らない人とかもいますが、はい、スタイリストさん、ね、どんな仕事か、というと、よいしょ、これですね。服の組み合わせを考え、似合う服だったり、イメージを作るお仕事になります。スタイリストさん、例えば、何々さん専属、ね、タレントさん専属のスタイリストさんとか、モデルさん専属のスタイリストさんっていうのを最近よく聞くようになりました。なので、有名人にね、会う人、会う時とか、もう結構機会が多い仕事かなと思います。で、まあ、何が大事かというと、やっぱりその人をよりよく見せるっていう力が必要なので、この人にはこの色が合うとか、この体型にはこの、
形が合うとか、そういう風な、服の、まあ、知識っていうのはすごく大事になってきますね。なので必要なことは、服を選ぶセンスとアイディアです。スタイリストさんの活躍する現場で一番多いのって何かわかりますかね。例えばドラマや映画っていうところにもスタイリストさん、最後にエンドロールっていう風に流れたところでスタイリングっていう風に出ることがあるので、お仕事もちろんあるんですが、一番多いのは、広告媒体ですね。例えば、化粧品のコマーシャルとか、飲み物、食べ物、まあ、CM ですよね、流れてますよね。そこにはやっぱりスタイリストさんが選んだ服っていうのを着られてます。私服で出られる方もたまにはいるんですけど、広告というのは商品をイメージしたものを撮るので、スタイリストさんがその商品に合わせて服を選びます。例えばそうですね、アイスクリームの宣伝ね、すごく、まあ白いバニラアイスとかの宣伝で、じゃあ赤色の服行きましょうとかは、まあ、何かのイメージをしてるんだったらいいけども、やっぱり商品よりも目立ってしまったりとか、爽やかさだったり冷たさっていうのが赤には少し含まれないので避けたりしますよね。まあ、例えばスイカバーとかだったら赤選んでもいいかもしれないけどそういう風にして商品に服を、どう組み込んでいくかっていうところを考える仕事っていうのが一番多くなってくるかなと思います。そして、アイロンや裁縫が得意と書きました。まあ、スタイリストさんはできた服を持ってきて合わせるだけだからそんなのいらないんじゃないのっていう時があるんだけども、思うかもしれないんだけども、現場、ファッションショーの裏にもスタイリストさんいたりします。もうすぐに、モデルさん出ないと言った時にボタンが取れたりとか、破れたっていう時にすぐに塗って、直してあげるって仕事があったりします。あとはアイロンですね、シワになってる服をそのままテレビで出してあげるとかは、やっぱりその女優さんとかタレントさんが、ね、少しでもよく見せようと思ってるのに、シワの、ついてる服で出してしまうことはいけないので、アイロンが得意ですね、きちっとかけれるっていうことも大事。あとは、意外にそのイメージに合った服が売ってない、探しても見つからないって時があります。その時に、いかに自分の服、ね、作れたら、仕事が早いかっていうところもあるので、作れるのはすごく、特技かなと思います。私も、一度仕事で電話がかかってきて、もしもしって言って、実は卑弥呼みたいな服を探してるんですけど、持ってる？って聞かれたことがあって、さすがに卑弥呼みたいな服は持ってないですと言って、まあ、作ったという覚えがありますね。そういうふうに作れたらどんどん仕事も増えたり、する、そういうお仕事です。で、次、秘密を守ることができると書きました。これは、皆さんに、まあ、公開する前に携わることが多かったりするので、ああいう仕事したんだ、ああいう服を持って行ったんだっていう風に口が軽いと、やっぱり、契約に反してしまったりするので、ね、秘密を守れるっていうのは結構大事なとこかなと思います。そして、体力。毎回、まあ、すごく大きなカバンを持って運びます。っていうのも、まあ、一つの何か写真を撮るだけじゃなく、撮るときにでも、まあ、3から5ぐらいかな、いろんなパターンを持っていって、これどうですかって提案をしたりとか、何かあったときに帰れるっていうのが必要になってくるので、やっぱり荷物はものすごく重いっていう思い出がありますね。なので、体力、ね、風邪もひかないし、そういうところにも、自信があった方がいいかなと思います。さあ、どうですかね、スタイリスト。ちょっと興味があったり、憧れてくれましたかね。ちょっと厳しいことをいっぱい言ってますが。さあね、ちょっとやってみたいなって思ったら、ぜひ運を押してみてくれたら嬉しいなと思います。あ、押してくれてますね。はい。さあ、そういうスタイリストのお仕事もあります。さあ、続きまして、ご紹介するのが、ファッションアドバイザーです。さあ、ファッションアドバイザー、知ってますかね？さあ、知らない。ね、知ってる。ね。このね、ファッションアドバイザー、実は一番皆さんに身近なお仕事だと思います。というのも、よいしょ。
ファッションアドバイザー、英語で言うと FA さんと呼んだりしますが、よくね、ファッション業界、略すの好きなので、こういうふうに言います。お店にいるスタイリスト、服を売るプロでもあると書きました。言ってしまえば、販売員さんってことなんですね。お店に行ったら、必ず誰かね、販売する人がいて、何かちょっと迷ってたりとか、服見てたらいかがですかって声をかけてもらえたりすることがあると思います。その人のことをファッションアドバイザーと言います。で、ファッションアドバイザーはただ売るだけじゃなくって、そのお客様にアドバイスをする必要があるということですね。なので、一人一人、個人個人のスタイリストだと思ってくれたら、いいなと思います。はい。なかなかね、買い物行って話しかけるの苦手だわって思う人もいると思いますが、やっぱりすごく上手い人というか、プロになればなるほどそれが嫌に感じなかったり、より自分のね、に合う服を選んでくれたりします。なので、必要なところというのは、まあ、話すことが好きというのは、まあ、条件としていいんじゃないかなと思います。そして、目標を達することが好き、達成することに、喜びを感じるということですね。まあ、お店にこれだけ売りましょうねっていう目標はやっぱりどこのお店にもつきものです。それがしんどいなと思うんじゃなくって、目標を達成したいと。そのためにはお客様にどういう服をおすすめ買ってもらえるかなっていうのを考えるのは、楽しくなってこないと、やっぱりね、お仕事続かないと思うので、目標を達成するのが好きだよって人がね、向いてるかもしれない。そして自分を磨くことを忘れないというのを書きました。お店にいる販売員さんはやっぱり自分が、まあ、動くマネキンですね、自分自身がお手本になってほしいということでどこのブランドの、商品も着られてますよね。なので自分自身も見られてるよと、まあ、テレビとか雑誌に出るモデルさんではないけど、お店の代表として立ってるということで、いつも綺麗でキラキラ、してると思います。なので自分磨きが好きな人にも向いているのかなと思います。ファッションアドバイザーをしている子に話を聞くと、自分をに会いにお店に来てくれることがすごく嬉しいというふうに、聞いたりします。ファンができたりね、するのも今ね、よくあったりすることなので、ね、とても華やかな仕事だと思います。さあ、このファッションアドバイザーどうですか皆さん、ちょっとなってみたいですか、それとも、あんまりお好きでしょうかね。マネキンとかにもね、服着てるので、そういうコーディネートも考えるのもファッションアドバイザーさんの仕事です。ね、いろいろね、やりたいとか、とか言ってくれてますね。さあ、まだまだね、探検はなかなか長いですが続きますよ。さあ、続きまして、マーチャンダイザーです。さあ、マーチャンダイザー知ってる人いますかね。結構ね、ファッション業界の深いところまで、足をね、ジャングルに迷ってる感じですよ。はい。ね、マーチャンダイザー、あんまり聞いたことない人が多くなってきましたかね。はい、マーチャンダイザー、どんな仕事かというと、はい、これ、MD と、よく、略します。お店の方向で販売計画を立てるお仕事です。なので、これもファッション業界以外のところでもね、マーチャンダイザーと呼ばれる人はいます。で、まあ、お店の方向性を考えるということで、実はデザイナーよりも先に、そこのブランドの、方向性ですね、どんな感じにしよう、例えば、スポーツテイストの店にしようとか、かわいいフリフリをだけを集める店にしようとか、そういうふうにして方向性を決めるっていうのがマージャンダイザーの大きな仕事になってくるかなと思います。あとは販売計画ですね。どこにお店を出したら、お客さんが集まるかなとか、本当にブランド全体のところをね、取り仕切るお仕事になってきます。さあ、必要なところですね。これも本当ちょっとだけになりますが、時代を読む力ですね。すぐ先のことを考えてたら、お店とかブランドというものは古くなってしまいますので、1年、ね、先のことを読む力があるっていうのも必要なのかなと思います。
そして、売れるものを考えることができるんですね。ついつい人間というか自分たちは自分の好きなものっていうものに、集めてしまったり、どうしても触れてしまったりしますが、そうじゃなくって売れるもの、時代が欲しがっているものっていうものを考える力が必要かなと。そして、そのためには情報を得るってことですよね。情報を得て、まあ、自分の予測、占い師とかそういうわけじゃなくって、やっぱり情報を知ってそういうことを考えるってこと、でそれを整理する力っていうのが必要かなと思います。そして時には冒険する好奇心とかですね、もいるかなと。仕事ですね、もちろん失敗してしまったら大きな損害ということで、お店が潰れたりとかしてしまうので、そういう、ことを考える必要もあるのがマーチャンダイザーかなと思いますね。まあ、全員ね、チームみたいなものなんで、一人にかかってくるわけではありませんけど、そういうお仕事もあると思っておいてください。さあ、このマーチャンダイザー、どうですか？結構ね、男の子に人気のある仕事ですね。はい。どうですか？なってみたいですか？ね、マーチャンダイザーもかっこいい仕事の一つだなと思いますね。まあ、されてる方はすごくおしゃれで、やっぱり流行にも敏感で、いろんな、新しいスポットだったり、美味しいお店とかね、知ってるっていうイメージがすごくあります。はい。マーチャンダイザーのお仕事でした。さあ、続きまして。じゃん。バイヤーです。さあ、バイヤー。今日ね、たくさんの横文字が続きます。バイヤー。てますかね。はい、皆さんどうですか ね。なかなかちょっとね、聞き慣れない言葉が続いてきました。バイヤーさんのお仕事とは何か。バイヤーさんは世界から商品を集める人のことになります。ファッションのお店っていうのは2種類あって、オリジナルブランドを扱っているお店と、セレクトショップって言って、いろんなブランドを集めているお店があります。なので、オリジナルのブランドを扱っているとこは、例えば服にタグ、ね、ブランドのタグがついてると思いますが、それが、例えば A っていうブランドだったら、A っていうブランドのタグしかないです。セレクトショップっていうのは、いろんなところから集めてくるので、タグを見ると、B も C も D も E も F もある。そういうのが、2種類あるということなんですが、セレクトショップに、いるのがバイヤーさんということになりますね。なので世界各国から、そのブランドに置きたい商品を集めるという仕事をしています。なので、必要なことを見ていきますと、まあ、マーチャンダイザーと同じように時代とか流行を読む力っていうのが必要かなと。そして、特に必要と思われるのが語学力ですね。もちろん日本で仕入れをすることもあるんですが、本当にみんなの知らない国で、安く商品を手に入れたりとかね、するためにはやっぱり、語学力ですね。ただ単に買い物するだけじゃなくって、どうにかプライスダウンですよね。安くしてくれませんかっていう交渉術が言ったりするので、語学力を持っていると、バイヤーさんなりやすいかなっていう傾向があります。そして売れるものを選ぶセンス、これも自分好きなものじゃなくって売れるものを選ぶセンスがいると思います。そして話すこと、旅行が好きね、これがあればもっとね、バイヤーという仕事楽しくなるんじゃないかなと思いましたね。お買い物が好きで、その延長でバイヤーさんになるっていう、子もいたりします。ね、自分の選んだものが売れていくとすごく嬉しいなと思いますよね。さあ、このバイヤーさん、興味出たでしょうか。私はね、買い物好きなんで、ぜひなってみたい仕事ではありますね。さあ、みんな、うんうん言ってくれてますね。はい。さあ、ということで、次が最後の職種になりますね。さあ、最後はみんな知ってますでしょうか。最後、プレス。プレスさんです。さあ、聞いたことあるかな？ね、どんどんなんか、妖怪みたいな名前になってきますが、プレスですね。バイヤープレスときました、ね。やっぱりちょっと聞き慣れないという人が多そうですね。はい、プレス、お仕事何かというと、
商品ブランドを宣伝するというのが仕事になってきます。いろんなね、ファッションとかでも雑誌に載ってたりとか CM が流れてたりしますよね。それってプレスさんのお仕事になります。まあ必要なことでアピールすることが得意な人ってことですよね。このブランドここがいいんですよと、こんなにかっこいい可愛いんですよっていう風にアピールすることが必要になってきます。そして人気のあるものをよく知っているってことですね。プレスさん、例えばパーティーとか、まあ、広告 CM を出すときに、どんなモデルさんに来てもらおうということが、やっぱり、ね、鍵となってきますよね。そのときにやっぱり人気のある人、そして売りたい世代の人が好きなモデルさん、タレントさんに来てもらおうということを考えないといけないので、やっぱり人気のあるもの、トレンドですね、知ってないといけないということがあります。そしてアイディアを考えるのが好き、と書きました。アイデアね、考えて、より目立つ CM 広告を作るというのが大事になってくるので、アイデアを考えるのが好き、そして文章を書くのが好きというのがあります。まあ Facebook だったり、Instagram だったり、そうやって写真で世界に発信することができますが、そこに写真と文章を載せますよね。そこでいかに人の心を掴んだり商品の魅力を伝えれるかというのも大事なので、文章を書くのが好きな方も向いているかなという職業になります。はい、プレスっていうのは、まあ、押すっていうね、いう意味ですね。まあ、フランス語の方のプレスになりますが、そういう風に、こんな仕事もあります。はい、カメラとか、映画とかね、好きな人にも向いてるのかもしれません。はい、どうですか、プレスさん興味出たでしょうか。さあ、どうですかね。うんうん、言ってくれてますね。はい。ね、どの仕事もかっこいい、魅力のあるものに伝わったなら嬉しいなと思います。はい、ということで。さあ、お待ちかねのテストに行きたいと思います。さあ、今日ね、応用もあるので、ぜひ、全問正解狙ってみてください。全部で5問です。じゃあ、早速参ります。さあ、デザイナーとは何をする人だったでしょうか。デザイナーとは何をする人だったでしょうか。1、宣伝をする人。2、型紙を作る人。3番、デザインをする人。4番、商品を買い集める人。さあ、どれだったでしょうか。選んでみてください。さあ、では正解に移りたいと思います。正解は3番、デザインをする人でしたね。それぞれはこの職業になっていました。もう一度ね、確認しておいてください。続きまして、じゃん、これは何の型紙でしょうか。これは何の型紙でしょうか。選んでみてください。パターンナーのお仕事っていうのを紹介したときに、紹介しました。ジャケットの丸々でしたね。これは何のパーツでしょうか。選んでみてください。さあ、皆さん選び終わりましたかね。はい、ということで正解を発表したいと思います。正解は4番の袖になります。ジャケットを作った時の袖になります。さあ、どんどんいきますよ。3問目、 MD って何の略でしたでしょうか。 MD とは何の略だったでしょうか。お答えください。マーシャルディールだったのでしょうか。メディアディレクションだったのでしょうか。マーチャンダイザーだったのでしょうか。マスメディアドレープだったのでしょうか。ね、なかなかいい4択を作ったなと自分で思います。さあ、どれが、正解でしょうか。はい、ということで、皆さん選び終わりましたかね。はい、じゃあ正解いきます。正解は、
マーチャンダイザーですね。マーチャンダイザー。ね。マーチャンダイザーのやってる仕事をマーチャンダイジングと言いますね。職業になるとマーチャンダイザーになります。さあ、続きまして4問目。機械で活躍するバイヤーが特に必要になる特技は何だったでしょうか？さあ、機械で活躍するために何が必要だったかな？1、握力。2、遠心力。そして3、引力。4、語学力。ねえ、これどうやって身につけるんだろうって力もありますけど。じゃあ、どれが必要だったでしょうか？さあ、皆さん大丈夫ですかね？お、引力を選んだ人もいる。はい、ということで、正解。見てみたいと思います。はい、正解は4番の語学力でした。ね、世界でいろんな国で買い物をしなければならないので、語学力っていうのが必要になってくるかなと思います。さあ、最後の問題、応用です。ね、この爽やかサイダーというものがありますが、もしこのコマーシャルに、服選んでくださいと言った時に、似合う服はどっちでしょうか？爽やかサイダーね、CM どっちの方が似合うでしょうか、選んでみてください。スタイリストの問題の応用になります、ね、どっちも可愛らしいワンピースですが、どっちの方がより商品に合うかなというものを選んでみてください。はい、どうですかね、皆さん選び終わったみたいですね。はい、ということで正解はじゃん、1番ですね。そうです。まあね、商品とほぼ同じデザインになってますよね。まあ、2番の方はちょっとあったかそうな色なので、この商品には合わないかなっていうところが、ちょっと見抜けてたでしょうか。はい。さあ、5問終わりました。もちろん全問正解をね、と書いてくれてますが、皆さんどうでしたかね。はい。ということで、今日の勉強ね、ここまでになりますが、お、はいはい、ということで、もちろんこれをやっとかないといけませんね。どうもモードですを見てくれた皆さんには、2016-17 の先取りトレンドチェックをしてもらって、よりね、おしゃれな秋冬をね、もう秋冬ですよ。コレクションは大体、半年前に発表されるので、今年の2月3月には、もう秋冬ですね。12月とかのファッションが発表されて、まだ次秋、9月頃には来年の春夏の発表があります。そういう風にしてトレンドっていうのはチェックね、査定されています。ということで、足早に行きたいと思いますが、1個目。スポンテニアスと。いう、私もね、初めて聞いた言葉が今年トレンドで出てきました。自発的な任意のという意味があるやつです。じゃあ伝わらないということで、ちょっとね、簡単に言うと、ここに、ちょっとね、白のシャツがあります。いきますよ。よいしょ。さあ、これね、見えるかな？こう着ると普通のシャツですよね。で、まあ、大げさに言うとですよ、スポンテニアスなので、もう自分の好きなように発想で着てくださいという話なので、例えばもう片方だけシャツを入れて、片方はもう肩を出して、ここを止めちゃって服にするんだよね。どうですか？なかなか無理やりですけど、ちょっともうね。最後までこのトレンドでいこうかなと思います。そういう風にして、一つの服を自分の発想で自然、自由に着ましょうっていう流れがあります。ツーウェイとか言ったりしますが、一つの服が 2パターンで着れたりとか、そういうのが流行るんじゃないかと言われています。スポンテニアス。私もまだ覚えきれてない言葉ですが、ぜひ覚えてみてください。はい。じゃあこのまま次のトレンド。
続きまして、チェック、アニマル、科学と、模様をね、3つ並べてます。これ3つ表せるんじゃなくって、それぞれにチェック柄、アニマル柄、幾何学模様という風にして、柄が流行りますよということが言われてますが、もうこのね、数年ずっとチェックもアニマルも流行ってるというか定番になってます。その中でもよく着られるんじゃないかと言われてます。はい。ね、柄よくやがって取り入れてみてください。そして、まあ、数ある中で3つ選んで、3つ目ですが、ビッグシルエット。これも選んでみました。まあ、今の春夏よく見ると、ワイドパンツって言って、下のパンツがスカートみたいなパンツだったりして、広がっているパンツが流行ってるんですが、秋冬になると、上は、下はスッキリ、上がふっくらみたいな。そういうビッグシルエットが来るんじゃないかと言われてます。はい。どうですか？この3つ、どれか取り入れ、出そうですか？私はもう取り入れてますよ。皆さんもね、今着ているものをちょっと変えるだけで、ファッション楽しめたりするかもしれません。今年のファッションは。はい、ということで、今日はここまでになります。はい、どうですか？いっぱいいろんなことを知ってもらったと思います。ファッション業界、ちょっと興味出て目指してみようかなって思えたかな。はい、これからもね、いろいろ、みんなにお伝えしたい情報を集めていきたいと思います。この後3分間ほどね、チャット書き込めるようにしとくので、よかったら感想とか、こういうこと知りたいとか、取り上げてほしいっていうふうに、教えてもらえたらなとも思います。はい、ということで、どうも、モードです。今日はここまでです。お送りしたのは、チャイルドキャムハープアートディレクターの大穂香菜子でした。皆さんもよく頑張りました。それではまたすぐにお会いしましょう。さよなら。